皆さんこんにちは。テレビ朝日系旅情報番組朝だ生です旅サラダの MC を務めている俳優の神田正輝さん、2023年11月18日の生放送からの欠席が続いており、2024年1月20日の放送での欠席で年をまたいでの9週連続の不在となっていましたが、ついに1月27日の放送にて神田正輝さんが復帰したことが大きな話題となっています。しかし一説では最近の神田正輝さんはもう仕事はしなくていいと漏らしていたという話もあり、多くの引退説や病気説までささやかれていた神田正輝さんですが、復帰を選んだことには何らかの理由があったのでしょうか。今回は神田正輝さんの旅サラダの欠席について振り返るとともに、神田正輝さんが復帰した理由についても迫っていきたいと思います。最初に朝だ生です旅サラダを欠席した際には、私神田正輝は本日いません。72歳で初めて体のメンテナンスをすることになりました。きちんとメンテナンスをしてすぐ戻ります。かっちゃん、なおちゃん、よろしくねとメッセージを寄せており、2023年12月2日の生放送ではレギュラーの女優松下奈緒さんとタレントの勝俣州和さんがスタジオ出演し、神田正輝さんについて松下奈緒さんが、神田さんは現在体のメンテナンスでしばらくお休みをいただくことになりましたと改めて報告。その後当面の休養も発表されました。年明けからでも神田正輝さんの旅サラダの欠席が続く状況には、 X 旧 Twitter のトレンドワードランキングでハッシュタグ旅サラダが放送中に1位になるなど、 SNS などで早く元気になってほしい。神田正輝さん今日もお休みだった、どうぞお体ご自愛くださいなど、ファンならず一般視聴者からも心配と復帰を願う声が集中していました。ある芸能記者は、神田正輝さんのお体を心配する声が増していく中で番組をお休みになっている、神田さんの現状を多くの方が気にかけてらっしゃいますが、今は大きな事務所に所属することなく個人で動いてらっしゃるので、お話を尋ねる窓口を乱すのも難しい。それが取材する側からのリアルです。先日事務所の方ではありませんが関係者の方と話す機会があり、神田さんの思いを伺いました。旅サラダへの感謝と思い入れは非常に強く、この番組が今の自分にとって力を注ぐべき場所、そのような確たる思いを持ってらっしゃると聞きました。その場に神田さんがお戻りになる、その意味は大きなものですし、そこでどのようなお話をされるのか注視したいと思いますと語っていました。神田正輝さんは旅サラダの週1回の放送のたびに激痩せが心配されていましたが、筋肉の衰えで日常生活も難しく、テレビから姿を消してからは入院していました。体力の低下も著しく、感染症の恐れから面会謝絶の状態だったとも言われており、精神的にも沈みきっているようで老衰状態だという話も出ていました。もともと神田正輝さん本人は激痩せの理由をファスティングの影響だと話しており、記者から最近の体調を尋ねられた神田正輝さんが、あはは、何？あのね、ファスティングしてるの。1年半前からファスティング始めてね。だから病気とかそんなんじゃないから。と気さくに語っていたといいます。ファスティングとは、一定期間食事を取らないことで、体内のデトックスを図り、身体を正常なリズムに戻すことです。しかし、やたらと顔がほっそりしたせいなのか、白く輝き整然と並んでいた歯並びも悪くなり、口元の印象までも変わっているように感じる視聴者が多いようで、ファスティングは建前だとも言われていました。なお、以前健康的だった頃の神田正輝さんの様子は番組関係者が打ち明けています。今年になって痩せてしまった神田さんですが、以前は放送前日の金曜日に東京から大阪入りして、打ち合わせを兼ねてスタッフらと夕食をとるのが習慣でした。神田さんはスタッフを家族のように大切にしていて、些細な内輪話から新しい企画案についてなど、いつも楽しそうに会食していました。神田さんの好みはお肉で、霜降りの牛肉よりも歯ごたえのある外国産の赤身肉を好まれていました。体型維持を気にして脂身は口にしていませんでしたね。そんな神田正輝さんも、
この数年はスタッフの世代交代や身内の不幸などもあり、会食は減っていったそうです。食事にはこだわっていた神田正輝さんですが、長年健康診断を受けてこなかったらしく、以前から体にメスを入れることに関して大きな疑問を感じていたとのこと。これについては神田正輝さんの知人が、彼はよく健康診断よりも自分自身の体のことは自分がよくわかると話していました。病院で検査を受ければ難しい病名がつけられて医者に従うしかなくなってしまうと。最近は医療技術が進歩し、病の早期発見が可能になりました。場合によってはすぐに手術をして治療に移りますが、神田さんはメスを入れて延命するならメスを入れないで命を全うしたいと話していました。しかし検査で内臓に異常が見つかり、極秘手術を受けていたのですと打ち明けていました。当初は数日間の検査入院の予定だったそうですが、大腸に病巣が見つかり、大腸がんの切除手術を受けることになりました。幸い手術は成功したおかげで異常は全て取り除かれ、順調にいけば少しずつ体調も回復していく見込み。ただ医師からはギリギリのタイミングでしたと言われたそうです。そのためもっと早く病院に行ってくれていたらと悔やんでいる関係者も数多くいる様子だったといいます。神田正輝さんは病院嫌いで知られていたらしく、1990年には撮影中に右肩を岩に強打し、鎖骨と肩甲骨の間の骨にひびが入ったことがあったそうですが、その時さえ神田正輝さんは病院へ行こうとせず湿布だけで耐えていたとか。検査を受けたのは負傷から2週間ほど経ってからで、なんと全治2ヶ月の重傷でした。今回も神田正輝さんの異変を少なくないスタッフが察知し、そのうちの何人かは検査を進めていたといいます。しかしそうした声に神田正輝さんは首を縦に振りませんでした。神田正輝さんの入院した都内の病院には続々と関係者や関係の深い芸能人たちが見舞いにやってきたそうですが、その中には松田聖子さんの姿もありました。松田聖子さんは以前より神田正輝さんの病の治療に手を貸しているという噂が出回っていたらしく、芸能関係者から神田正輝さんのがんの噂を聞いた松田聖子さんが神田正輝さんに医者を紹介したと言われています。松田聖子さんの再婚相手は畑野博之さんという歯科医の方でしたが、現在の夫である川名博正さんも神奈川歯科大学の教授であり歯科医。そのため医者の知り合いは相当数いるそうですが、元夫である神田正輝さんの治療に協力しているのは現在の松田聖子さんの夫である川名博正さんの兄だという噂。川名博正さんの兄は現在東京でがんの光免疫療法のスペシャリストとして数多くの病院にて指導を行っている方のようで、神田正輝さんのがんの治療にもこの療法を取り入れているとのこと。なお2020年9月に初めて承認されたこの療法は2021年1月に初めて保険適用となったそうですが、治療費は一切受け取っていないとも言われています。何でも松田聖子さんがかつての不貞の食材として半ば無理やり神田正輝さんに治療を受けさせているという話もありました。マナ娘の神田沙也加さん亡き後も非常に旅サラダへの出演を続けてきた神田正輝さんでしたが、その気力さえも失われてしまっているとも語った制作関係者もいたようで、悲しみに蓋をして天国でさやかが見てくれていると頑張っていたようですが、それも限界に達してしまったようです。最近の神田さんはもう仕事はしなくていいと漏らしているそうです。昨年12月にさやかさんの3回忌を済ませ、もう生きる意味がわからないと承知しているといいます。神田正輝さんは入院が発表される以前に就活の噂があったようで、お世話になった方々に挨拶に回ったり遺産を整理しているなどという話が出回っていました。実際自らの名前を冠して25年近く続けたスキー大会にも終止符を打ち、俳優業に至っても本人がオファーを断り続けていたのだそうです。テレビ局関係者は実は数年前から神田さんは俳優業から遠ざかろうとしていました。台本を覚えることに苦労していて、セリフを覚えられないからもう俳優はやらないとも口にしていました。その口ぶりからは俳優の仕事を減らすというよりは
そう遠くはないうちに引退を考えているように感じられました、と語っています。また就活の一環としてか、神田正輝さんは娘の神田沙也加さんの眠る福岡の地にも赴いていたとも言われています。神田正輝さんの復帰時期の予定について、ある記者が旅サラダを放送する朝日放送に質問状を送っていましたが、期日までに回答はなかったそうです。しかし番組関係者は神田正輝さんの現状についてはこのように明かしていました。12月の段階で神田さんが復帰するという具体的な情報は聞いていません。現時点では年明け最初の放送も欠席する可能性が高く、番組からも神田さんの動向についての報告はないままの新春の放送回を迎えそうです。そんなネガティブな内容ばかりが報じられていた中、2024年1月22日には番組を制作する朝日放送テレビの山本真也社長が会見で、神田正輝さんの復帰のめどについて、復帰に向けた話し合いは現場と本人との間で行われている、復帰の時期は明確にはお答えできない、決まり次第速やかにお伝えしたいとコメントし、さらには代役を立てることについては考えていないとしており、復帰の可能性が示唆されていました。そしてその会見の翌日の1月23日には、朝だ生です旅サラダの公式ホームページから、昨年11月18日から体のメンテナンスのため番組をお休みされていた神田正輝さんは1月27日の放送から出演されます、放送をお楽しみくださいと神田正輝さんの復帰が発表されたのでした。この朗報はファンの間であっという間に広がっていき、心配してたのでとっても嬉しいニュースです。無理なく頑張ってほしいですね。復帰おめでとうございます。待っていたので嬉しいです。神田さんと皆さんの掛け合いが素敵な旅サラダ、27日楽しみですと話題になっており、そしてその宣言通り1月27日の朝だ生です旅サラダに神田正輝さんが出演しました。勝俣州和さんが帰ってきましたね、お帰りなさいと復帰を祝うと、長いお休みありがとうございました、ゆっくり休めましたと笑顔で感謝していました。中継をつないだカトゥーンの中丸雄一さんも、スタジオの神田さんお帰りなさい、待ってましたよと歓迎する言葉をかけています。得意のダジャレを交えながら軽快なトークで進行するなど、元気な姿を披露し視聴者を安心させていました。実際のところ欠席前と欠席後では声の張りが明らかに違うため、誰もが神田正輝さんの欠席は手術のためだったと理解していますが、公には体のメンテナンスという言葉に言い換えて強く主張していたこともあるのでしょう。番組終了後の帰りのタクシーではテレビ局や新聞社など報道関係者約20人が集まっていましたが、神田正輝さんはマスク姿でまっすぐ前を見つめたまま無言で通過したそうです。神田正輝さんの復帰発表後の1月25日に女性セブンは、神田正輝さんが復帰祝いに長年のパートナーである A さんと食事に出かけたことを報じていました。その記事の中では、神田正輝さんが姿を見せたのは1月18日都内の住宅街にある老舗の中華料理店にだそうです。そこの常連客曰く、以前はゴルフコンペの後に大勢で訪れることが多かった神田さんですが、休業される直前は月に一度くらいの頻度でいつも同じ女性と二人きりでいらっしゃるようでした。神田さんはお酒がめっぽう強く、まさに浴びるように飲むこともありました。ただ健康不安がささやかれるようになってからは酒の量も食事の量も半分になられて、今夜は久しぶりにお見かけしましたが、より一層痩せられた様子でした。それでも神田さんにとって特別な日だったのでしょう。ビールと紹興酒を少量ずつ召し上がっていました。帰り際、お店のママが神田さんの背中を叩いて頑張ってと激励すると、うなずいて答える場面もありましたとのことでした。神田正輝さんはあくまで欠席していた理由を体のメンテナンスだったということで、元より復帰するつもりだったと入れ通しているようですが、神田正輝さんの復帰には長年のパートナーである A さんの存在があったと考えられます。というのもビートたけしさんの例があるからです。ビートたけしさんが監督を務めた映画首が大
第78回カンヌ国際映画祭のカンヌプレミア部門に選出された際に、カンヌで日本人の間で何より話題になったのは、ビートたけしさんがレッドカーペットを18歳年下の夫人と手つなぎで歩く姿でした。銀座のクラブによく飲みに行っていたビートたけしさんでしたが、ホステスの手を握っているところは一度も見られなかったといい、ビートたけしさんはそれほどシャイだったといいます。過去に離婚したミキコさんは、ビートたけしさんが売れない時代にホステスをして支えていましたが、そんなミキコさんを公の場に出したことはなかったビートたけしさん。ところが再婚した女性とはカンヌ国際映画祭で手つなぎ姿で披露するほどの変わりようでした。これまでオフィス北野に入っていた映画や著書の印税も現在の夫人の手腕によって権利を移したそうで、ビートたけしさんはすっかり彼女の言うことだけを聞くようになっただけでなく、たけし軍団とも距離を置くようになってしまうほどぞっこんなようです。そんなビートたけしさんが引退しない理由として、この A さんに貢ぐためだとも言われているようです。神田正輝さんに関しても、前出した A さんというパートナーにぞっこんであり、自身のパートナーのためにお金を稼ぐという理由から復帰を選んだということも十分に考えられるのではないでしょうか。いかがでしたか。今回は神田正輝さんの旅サラダの欠席からの流れと合わせて、神田正輝さんの復帰とその復帰理由についてご紹介しました。神田正輝さんの復帰の理由は現在明らかにはされていませんが、その神田正輝さんのパートナーが今後コメントをすることもあるかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。